ウクライナ南部のヘルソン州フラドキウカの近郊で、ドニプロ川東岸方面に弾薬を輸送しようとしていたロシア軍のトラック数十台からなる車列を攻撃したことが伝えられているみたい。その情報によると、ウクライナ軍はロシア軍の車列の先頭と最後尾のトラックに攻撃を加えて破壊し、車列の身動きができないようにした上で、アメリカから供与されている高機動ロケット砲システムハイマースや、M270 などの多連装ロケット砲システムマースから発射可能な長射程の、GPS 精密誘導ロケット弾 M30 による攻撃であったとされているな。うんうん。さて今回はウクライナ軍がエルソン州のロシア軍兵団を攻撃した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、奇襲攻撃を受けたロシア軍部隊では驚いた兵員がチリジリになって逃げ惑ったとされ、ロケット弾による二次攻撃を受けたことでさらなる誘爆を誘い、トラック16台と兵員25名が戦死したと報じられたよ。このマースから発射する長射程の G マースには単一弾頭型の M31 ロケット弾と、クラスター弾頭を装備した M30 ロケット弾があるんだけど、ウクライナ軍でこれらを攻撃対象によって使い分けているとされ、今回の攻撃対象となったトラックでは装甲が薄いことからクラスター弾頭の M30 が使用されているみたい。M30 ロケット弾には644個の小弾が搭載されていて、その一つは缶コーヒー程度の大きさで、攻撃目標に着弾する直前に任意の高度で小弾を散布し100メートル四方にばらまかれるクラスター弾となっているぜ。ウクライナ軍ではこれを物資集積所や野戦車両修理どころ、またトラックなどの車列に対して以前から使用しており、ロシア軍は最前線に輸送するための弾薬燃料食料などの物資集積所を分散させたり、故障した戦闘車両を修理するための拠点などをロシア国内へ交代させたりして最前線での運用に支障をきたしていると見られているな。装甲が薄いトラックに小弾が命中すれば火災を引き起こし、搭載されている積み荷が爆薬であれば、それによって誘爆を引き起こし、車列のトラックに次々に誘爆していくことも考えられ、クラスター弾を使用する効果は非常に大きいと言えるわけだ。ウクライナ軍ではこのようなロシア軍の車列に対する待ち伏せ攻撃をハイマースなどが供与される以前から実施していて、記憶に新しいのは2022年3月頃に首都キーウの攻略を目指したロシア軍部隊の戦車などが一列になっていた車列に対して同様の攻撃を実施したほか、2023年になっても2月にドネツク州のブフレダールなどでロシア軍の装甲戦闘車の車列の前後の車両を狙う攻撃を仕掛けて大きな損害を与えていたよ。これらの待ち伏せ攻撃を実施する際に必要なのはロシア軍の車列の位置を正しくつかむことであり、そのためには最前線よりもはるかに後方まで偵察用ドローンを送り込まなければならないんだ。移動しない弾薬庫や燃料庫などの兵站集積施設や司令部、兵舎などを狙うのであれば、目標の座標さえ入力しておけばあとは GPS によって誘導してもらえるが、移動する車列の位置を予測してあらかじめインプットすることはほぼ不可能だが、100メートル四方に小弾をばらまくクラスター弾頭であれば、おおよその到達点が想定できれば攻撃が可能となるってわけ。ここに来てウクライナ軍がヘルソン州内でこのような後方で補給を担当しているトラックなどの車列を攻撃できるようになったのには、ウクライナ軍がドニプロ川東岸地域に自由に偵察ドローンを飛行させることができるようになったためであるとの指摘が出ているみたい。ウクライナ軍は11月17日、ヘルソン州のドニプロ川東岸において海軍歩兵部隊が西岸からの渡河作戦を成功させて、東岸に複数の拠点を確保したことを明らかにし、ウクライナ軍参謀本部のアンドリー・コバヨフ報道官はウクライナ軍部隊はドニエプル川東岸でロシア軍を撃退し、地方を固めたと述べたよ。ウクライナ軍はさらに、この渡河作戦によってドニプロ川東岸に展開していたロシア軍の兵士3400人以上を死傷させたほか、多数の兵器や装甲戦闘車両に軍用車両などを破壊したとして、ロシア軍に大きな打撃を与えたとしているな。海軍歩兵部隊を渡河させたウクライナ海軍もまた、渡河作戦においては一連の成功を収めたとし、複
数の橋頭保を築いてドニエプル川東岸での作戦を実施して成功させたとして表明したぜ。ウクライナのゼレンスキー大統領は17日、ウクライナ軍の兵士がドニエプル川において高速艇などを使ったとか作戦を実施している様子を撮影した画像を公表して、我が軍の力強い前進に感謝するとテレグラムに投稿したよね。このことを報じたロイター通信など西側諸国のメディアでは、ウクライナ軍がドニプロ川東岸に複数の橋頭保を確保できたことによって、今後は戦車などの重装備や大量の物資を渡過させることが可能になったとして、ヘルソン州から2014年からロシアによって不当に実効支配されているクリミア半島への補給路を遮断できるようになったばかりか、直接クリミア半島に侵攻して奪還する可能性が開けたとしているんだ。ドニプロ川東岸における渡過作戦については、昨年の10月から11月にかけて、ヘルソン州の州都ヘルソンを含むドニプロ川の西岸地域からロシア軍が東岸に撤退して以来、ドニプロ川を挟んで西岸をウクライナ軍が、東岸をロシア軍が支配して対峙している状態が続いていて、ウクライナ軍はアントニフスキー橋などの橋梁が破壊されたドニプロ川を何度か渡過しては、東岸に反攻拠点を築こうとする動きを繰り返し試みていたよ。そして、11月14日にウクライナのイェルマーク大統領府長官が、アメリカのシンクタンクハドソン研究所が開催した講演会に出席し、その壇上においてこれまでの状況によってあらゆるところから無理だとされていたことに反して、ウクライナ軍はロシア軍によって占領が続いているドニエプル川東岸に渡過して橋頭保を築くことができたとして、ウクライナ軍は、不当にロシアによって実効支配されているクリミア半島の奪還に向けて、反転攻勢は一歩一歩着実に進んでいると述べ、その発言がウクライナ大統領府のウェブサイトに掲載されたことによって、ウクライナ軍がドニプロ川を渡過したことをウクライナ政府が公式に確認した形になっていたな。さらに、このイェルマーク大統領府長官の講演の後、11月15日にはロシア側からもイェルマーク大統領府長官の発表を裏付けるかのように11月15日、ロシア側が任命したヘルソン州知事であるウラジーミル・サルド氏が、ウクライナ軍がドニプロ川の渡過に成功して東岸地域に拠点を築いたと発言して、ロシア当局関係者として初めてウクライナ軍が渡過したことを認めていたぜ。このウクライナ軍による渡過作戦が成功したと見られるその裏には、ドローンの活用が重要な役割を果たしているとされ、ロシア側の軍事ブログがドニプロ川を渡過しているウクライナ軍のドローン活用について言及しているらしい。それによると、ウクライナ軍がドニプロ川東岸で飛行させているドローンは何の制限も受けておらず、自由に飛行しているとして、ロシア軍の電波妨害などのドローンに対するソフトキル攻撃が機能しておらず、ウクライナ軍が思うままにドローンを運用しているというわけだ。その上で、ドニプロ川東岸クリンキー周辺では中国製ドローンなどがウクライナ軍砲兵部隊の目として機能しているため、正確な砲撃が実施されており、ロシア軍は地雷原に入り込んでしまったかのように身動きが取れなくなっているとして、ロシア軍がウクライナ軍のドローンによる偵察を阻止できないために渡過を許し、橋頭保を確保されることになったと指摘しているよね。そして渡過作戦の成功によって、ウクライナ軍のドローンはさらにロシア軍占領地域の奥深くまで飛行できるようになり、後方の兵站輸送への攻撃も可能になったことで、南部戦線のロシア軍は補給に苦しむようになり、渡過したウクライナ軍を撃退できていないとの見方が広がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。